これは死にゆく少女が見つけた初恋。妹を人質に取られ劇物の人体実験を手伝わされている医者のホナミ。親に被験体として売られるも、ホナミとのある約束を叶えるため悪化していく体調を隠し続ける少女新村。そんな二人の秘密のお話。どうするのが正解なのかまだわからないけど、俺が今この子にできることはこれしかないから。たとえ偽りだったとしても。ピクシブ月齢賞受賞作品、医者と被験体さん、コミックス好評発売中。